はい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 っつってるだろ僕は結構画期的なイメージがあるんですよ。確かにで、へさんと止まるよね、姿勢乱さないで。あそれが大したもんだね。テリッシャの車の話始まりまし ました。皆さん、いいね、いいですね、いいね、そうですよ、なんかすごいいいですね。そう、今日はですね、はい、群馬県の群馬サイクルスポーツセンターにお邪魔しております。あ、でも以前にもね、ここには来たんですけども、はいはい、これ雪景色になると全く違う雰囲気ですよね。はい、で今日は何なんですか。今日はですね、はい、突然なんですけれども、雪が積もっている、はい、または凍結している、そういう路面をスタッドレスタイヤなど冬用タイヤを装着しないで走った場合どうなると思いますか。滑っちゃう。そうですよね。ねえ、わかりやすいよ。滑っちゃう。そうでしょ。そうでしょ。滑っちゃう、止まらない。そうそう。危ない。危ない。だいたい事故る。よくニュースで見てますよね。そうです、そうです。こんなんだって横滑りちゃって、ね、はい。だから実はね、そういう滑り止め装置ね、チェーンとか何にも用意してない場合は、沖縄県外は違反なんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。よくそれこそね、東名なんかで止まってる時も、あれも違反だって言われてましたよね。そうなんです。先日のなんか東京での大雪の時も、はいはいはい、先月のあの雪ね、もうかなり混んでましたもんね。いやいや、すごい。大体さ、天気予報で雪降るっつってんのに、ノーマルタイヤで箱根行くかっつうの。行かない、行かない、行かない。危ないよ。危ないよ。ねえ。天気予報信用するっつうの。ねえ、はい。ということで、今回は、そういったこう雪が積もったり、凍っている路面で、そういうのに対応するタイヤと、そうではない普通のタイヤでどれぐらい差が出るのかというのを検証する。タイヤの検証ですか。危険な番組だねこれ。ノーマルタイヤでこの雪道走れてか。そうそうそう、だから安全なところでやってるじゃないですか。だからどこが安全なんだよこれの。今回ですね、この企画をやるにあたりまして、スバルのレガシーアウトバック2台を、はい、千葉スバルさんと富士スバルさんからお借りしております。ありがとうございます。はい、群馬スバルじゃないんだ。群馬スバルじゃない、群馬じゃないの。千葉からね、はい、今日千葉スバル。そして後ろにいるのはなんか嫌な予感がしますね。千葉スバルって書いてあるわ。そうです、僕は今年千葉スバルさんと一緒にレースの活動もやらせていただいてます。そういうことか。そうです。なるほど。なので今回お願いして持ってきて。世界10位は何なの。世界10位は実はスバルでドライバーやらせていただいている時に、ビースバルさんから結構スポンサードいただいていて、で今回そのつながりもあってですね、アートバッグをビースバルさんからお借りできた。はい、お貸ししていただいたという。いい車ですからね。いやいやいや、はい、本当ですよ。雪道は強いよ、スバルは。そうですよね。タイヤはね、ダンロップ、はい、ホイールは円形さんからご提供いただいております。ありがとうございます。はいはい、ちなみにタイヤはですね、サマータイヤのグラントレック PT5、はい、そしてオールシーズンタイヤはオールシーズンマックス AS1 を装着しております。ちょっといいですか。オールシーズンタイヤっていうのはね、知らない方いらっしゃると思うんですよ。僕もね、はい、よく知識がないんですけども、オールシーズンタイヤってこれ土屋さんどういうことですか。まあ雪が降ってもちょろちょろの雪だったら走れますよっていう。で、夏は夏用タイヤと同じような性能を持ってる。だから本当にね、ここでオールシーズンタイヤやるのはいじめみたいなもんだと思う。これダンロップにとっては結構きついところだと思いますね。まあね、でもあれですよね、今までですとね、スタッドレスタイヤだったじゃないですか。はいはい、それこそね、それこそ夏になって乗り換え履き替えなきゃいけないっていうんで、僕なんかもそうですけども、スタッドレスを家に置いておくことになりますよね。そうそうそう。で普通の例えばマンションに住んでる方ってその4本のタイヤを置く場所がないんですよ。はい、そうですね。で現実としてはですね、オールシーズンタイヤを履くことによって、あ、1年中使えるんだってことで、僕は結構画期的なイメージがあるんですよ。まあ、確かに。でへそ曲がりだからさ、スタッドレスなんか履きたくないわけよ。いや、そんなことないですよ。そうなの。いや、そんなことないです。だからオールシーズンタイヤでいいじゃねえかっていう考え方なんだよ。それはどっかにあるんですよ ね。というのは、そんなに雪道来るわけじゃないから、雪道来るときってもしかしたら新幹線で来てるかわかんないで、はい、そうすると、日常的な都会で降る雪ぐらいだったら、オールシーズンタイヤでもいいんじゃないかなと僕思うよね。いや、思うんだけど、都会はね、こういうところは絶対ね、スタッドレスじゃないと厳しいよ。そうですよね。スモークレークマークがついてるオールシーズンタイヤは雪も大丈夫。なんだそれ。スモークレークマークっていうね、雪 OK よっていうマークがついてるのとついてないのがあるので、ついてるオールシーズンは雪は大丈夫っていうのはちょっと間違えないでくださいね。はい。知ったかぶって。軍災って登ったり下ったりするから、そこで、だから、
そこでここまで走れますよってやったらオールシーズンって大したもんだと思うよ。まあ確かに、もうやってみましょうよ、ね、やってみましょうよ、はい、はい、というわけでサマータイヤを装着するこちらのアウトバックと、これはいじめだ、はい、オールシーズンタイヤを装着しているこちらのアウトバック2台を乗り組まれてね、はい、その違いを見ていきたいと思いますが、はい、まずは一つ目、タイヤの検証、車庫入れをやりたいと思います。車庫入れ難しいですよね。はい、でもお二人がやるんですよ。あ、僕やるの？え、そうよ。だってテリーさんも俺もさ、車庫入れってマネージャーがやるもんだよ。まあそうかも、ね、俺らみたいなスーパースターはやんないから車庫入れなんて。車庫入れって僕やったことないかも。え、それはそうだよ。ないですよね。ない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 。あと突っ込んだままですよね。マジで？それはそう、頭から。今日縦列なんですけど、大丈夫？なんだ縦列って。縦に並ぶ。車庫入れはまだいいよね。縦列やったことない。本当？でも縦列なんですよ。じゃあまず土屋さん、サマータイヤから車庫入れをお願いします。はい、俺かい。そうよ、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ行きます。まあ世界のね、土屋だからね。まあまあそうですよ、そうですよ。サイドないから何もできないっつうの。え、そうだったの？スピードブレーキがないとただの男なんですかね。あれ、あ、でも結構止まりそう。あ、テリーさん結構雪がついてるから意外とグリップしてますね。うまい。あ、これでいいんだ。うん、そうそうそう、これで前、これで前、もうちょい下がれたけどね。普通に動くね。普通に動いてますよ。あれ、あった、あ、あ、サイゴンタッチ。あ、もうなさい、もうぶつけてるの。もうぶつけてるの、さっきもぶつけてるの。またぶつけた。あ、またぶつけて、あ、あ、うるせえなよ。もうさ、すげえだ。もう後ろ車傷だらけですよ、これ。もうこれパイロンじゃなくて。これあれだよね、教習所だったのもうさ、さあ降りてくださいって言われましたよね。前も当たってますよ、テリーさん。前も当たって。しょうがないやつだ。あ、オッケーオッケーオッケー。ほら。あ、入った入った。うん、入ったけど今多分ね、6回ぐらいから行く。余計なお世話だよ。バッチリだよ。これさ。もうノーマルタイヤとかそういう以前の問題、以前の問題でしたね。ねえ、てかさ、うん、え、こうノーマルタイヤで動くんだね、雪道ね。いや、だから多分これ、これぐらい、これね、ほら、すごくない？じゃ凍ってないし、うん、だからスバルがすげえのか、ノーマルタイヤがすげえのか、あと土屋圭一がすごいのか、あ、そうそうそう。さあ、続いてのドライバーは、はい、テリー伊藤のドライバーです、ね、さあどうでしょうか。縦列駐車行ってみましょう。縦列やったことないって、テリーさんさっき言ってた。俺もやったことない。本当？でも土屋さんの見てああやってやるんだって勉強してましたからね、さっきね。それで大丈夫なのか。あ、でもなんかこういい感じで、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ここでハンドルを、いいじゃん、はい、切っちゃう。ちょ、でもね、ここで一回と、もうちょい下げて、お、大丈夫大丈夫。そうで止まる、でハンドルまっすぐで下げる。いける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 、いける、そのままそのままそのまま、まっすぐまっすぐ、いいいいいい、いい感じだよ。そう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 、いいよ、いい感じいい感じ、もうちょいもうちょいもうちょい、いいよいいよ、オーライ、もうちょい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 、はい。でじゃカメラついてないですか。はい。カメラついてないんですか。そう、モニター見ればよ一発でわかるんで。だけどほら、昭和の人だから。なるほど。昭和の人だからモニターの見方がわかんない。いける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 。いいじゃんいいじゃん。いいいい。前で平気？前大丈夫、まだ大丈夫。モニターってどうやって見るの？もう一回ケツ寄せて。モニター出てないの？もう一回ケツを左に寄せて。これ、うん、これ？あ、そう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 。ビューをなんかこう切り替えると見やすいビューになると。はいはいはい、逆、はい、逆切って逆、オッケー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 、いける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 、まだいい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 、はい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 、切ってるだろう。でハンドルまっすぐまっすぐまっすぐ、いいんじゃないのこれで。うん、いいと思います。いいよいいよ、バッチリバッチリ。でテリーさん俺より上手。うん、上手だった。うん、え、俺より上手。一人上手だった。
ってほらノーマルタイヤってこんな動くんだね、雪道でね。そう、このこういう雪ならね、これ雪道じゃないんですよ、これ、ね、この程度は朝とか夜帰ってきて凍結してるタイヤだけど、うん、こう昼間のこういう時でちょうどいい状態だからね、一番いい状態だから、ねうんはい、昨日雪降ってっから、あそうです、ね、あのアイスバーンじゃないし、ね、いやでもいいよこれ、ね、普通タイヤで動くって、いやいやいや、でもあの今日は雪の状態が良かったんで、うん、サマータイヤでももう十分いけちゃったので、そうだ、ね、オールシーズンいけるの当たり前なので、当たり前当たり前、次の企画に行きたいと思います、はい、何やんの。次はですね、制度対決、制度対決、これはいよいよ本当ですね。制動距離がどれぐらい違うかっていうのをやってみたいと思います、うん、これはかなり違う。あれですか、これ実は何キロぐらい出していてブレーキ踏めばいいんですか、うん、一応ね、そんな全開でしょ。いやいやいや、あテリーさんはね、30キロで。いやいや、ほら土屋さんと俺は実力が違うから、そうそうそう、俺は30キロ。テリーさん30キロ、土屋さん全開でじゃあ、はい、土屋さんは70キロぐらい。でも全開でしょ、ねえ、いや前回、ね、じゃあ前回ってどういうこと、何回で、だからスタート地点から、うん、あの緑のパイロンからスタートして前回でここでフルブレーキングで、うん、どこまで滑っていくか、なるほど、これこれこれ、いいじゃん、やろう、じゃあやってみましょう、まあまあやってみましょうかね、はい、どう、はいはい、こっち、OK、 はい、わかりました、いいかい、いくよ、はい、結構止まるね、ね、ノーマルタイヤだよこれ、ね、いいじゃんノーマルタイヤで、全然いいじゃん。14メートル10センチです。14メートル10、かわいいぞ。ね、結構止まるでしょ。はい、結構止まるでしょ。そうですね、今で33キロぐらい、33キロぐらい、時速33キロぐらい、だから ABS が優秀なんだよね、うん、次も33キロぐらいで行ってもらえば、次のオールシーズンも33キロぐらいから行けば、次オールシーズン、違いが分かるから、はいはい、分かりました。いいですか、行きます、行きますよ、よーい、スタート、よーし、行くぞ。土屋さんなんで全開で来てます、全開で来てます。何キロぐらいだろう。まあそうだよね、何キロまで出たかな。まあでも大したもんだね、ノーマルタイヤ。行きますか。これ止まる。行きます。30メーター70です。かわいいぞ。30メーター70。あ、いいですよ。時速何キロでした？あ、見てないよ、全開だ。そこ見てよ。見なかった話な。何言ってて。多分60キロぐらい。全開。それ意味が分かんない。まあまあタイヤを変えての差なんでね、いいですけど、そうそうそう、じゃ次オールシーズンでやりましょう。いや、やろうよ、はい、やろうよ。いくよ。3、2、1、スタート。あ、加速いい、うん、さっき加速が速い、加速いい、今日タツが速くなかったんですか、だいぶ速度が慣れてきてる速度が33キロってことないと思う、慣れてきてる。17メートル60センチです。テリーさん、速度が速くなかった？いや、34。本当？34。あ、そう。見た感じでは50キロぐらい、うん、なかなかいい感じだったよ。多分滑ってるからスピードメーターが怪しいかもね。はい、いきますよ。いいですか？よーい、スタート。よーし、行くぞ。
58キロ。速い。ほらほら。スピードが速い。58キロ。スピードが速かった。40メートルです。多分。40メートル。かわいいぞ。え、速度が速かったからね。速度が速かったから加速がいい。さっき30メートルだったでしょ。今ね、速度が速かった。58キロ。加速が良かった。全開で58キロ。ということはさっきだってそのぐらいだよね。出てる。あ、さっきはサマータイヤだからそんな出ない、これはグリップするから割とスタッドレスっぽいよ。トラクションかかって加速がすごい良かったですね、今ね。でもちゃんと止まるよね、姿勢乱さないで。あ、それが大したもんだね。まっすぐね。そうそうそう、大事なのはまっすぐ止まるかどうかですよね。だからそこはさ、その ABS の分配なわけ、電子制御のさ、もう普通はドンってフルブレーキングしたら姿勢こう乱れるわけ、どっちかに、でそれが4輪とも ABS が制御してるからまっすぐ止まってるんだよね。あ、そうですね。スバルは偉い。ということはこれ結論としてはどういう形になりますか。いや、それはさ、サマータイヤよりもグリップは加速もいいし、まあ止まるのもさ、サマータイヤよりは滑ってる時間は短いよね。だからそうやって考えれば、この雪の中でもさ、オールシーズンでなんかいけちゃうのかな。見てる感じは最初に言ってたのと違った。だからサマータイヤよりは安心感がある、グリップレベル。加速が全然2人とも違いましたよ。そうなんだ。だからさ、あのね、太ってる人いらないじゃん。いやでも多分全然違うじゃん、言ってること。いいんだよ、本当のことじゃね。違う違うの。あのね、氷に弱いんですよ、やっぱりオールシーズンは。そうだよね。シャーベットとか氷を考えるとやっぱりスタッドレス。だからさっき僕一番最初に言った、都会で乗ってる分にはオールシーズンでいいでしょ。いい。だけど俺はさ、やっぱこう安全を手に入れたいから、はい、プロが事故っちゃいけないから、俺は絶対冬は都内でもスタッドレス。あ、もう私もそうしています。タイヤの大切さが伝わりましたでしょうかね、今日は。伝わりました。全然伝わってるでしょ。お願いします。まあ、あのそれぞれね、ライフスタイルに合わせて選んでいただいて、一番安全なのはやっぱりスタッドレスタイヤ。もう一つ聞きたいんですけど、スタッドレスとオールシーズンタイヤ、ノーマルタイヤ、これ値段の差はどうなんですか。オールシーズンタイヤでも、高いの。一本いくらなの、普通に。例えばそれはこの辺見れば分かると思うんですよ。そうですね。ね、はい、あ、そう。こんな今出てる。あ、そういうことらしいです。そうそうそう。はい、サマータイムはここに出てる。サマータイヤ。なるほど。じゃあスタートです、この辺で。スタートです、この辺。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お知らせがあります。お知らせですか。はい。はい、この度、アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、去年から、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、そのモータースポーツ参戦経験を通して、お客様に対して、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、一緒にぜひ